美和博が大好きになるマル秘ネタを中の人が紹介します。美和博の中の人、美和湖博物館、通称美和博、実は日本最大級の淡水魚の水族館でもあるんです。美和博の中の人では、学芸員が知ると美和博が面白くなるネタをお届けしますね。今回は中村さん、今回のネタは、こんにちは。今日は琵琶湖博物館の吉原コーナーの紹介をします。展示室の一番入り口にですね、吉原の高さ4メートルぐらいの吉を再現した吉トンネルという名前でこう再現しております。自分の背丈よりも高いこれぐらいの吉が鬱蒼と茂っています。よく見てもらうと、本当の吉の葉っぱをですね、これ実はスキャンをかけてですね、こういう布の生地に印刷して再現して作ったものです。実はですね、吉トンネルのちょっと裏側に回ってもらうと、ここに穴がいくつか開いております。で、この中どれか覗くと生き物が隠れています。今回は特別に穴の中にいる生き物をちょっとだけお見せします。どこの穴にいるかは琵琶湖で探してみてくださいね。ここにはカヤネズミっていうネズミの展示があります。で、カヤネズミは日本で一番小さいネズミなんですけども、大人の親指とだいたい一緒ぐらいです。ネズミなんですけど、どんどん数を減らしていて、滋賀県では希少種になってしまっている、ちょっと数が少ないネズミになります。この展示のですね、裏側でどういう風にカエネズミ育ててるかっていうのをちょっとお見せしたいと思いますので、それではカエネズミの展示の裏側を覗いてみましょう。ここがカエネズミのバックヤードになります。一番奥にあるこの黒い入れ物が、さっき皆さんが外で見ていただいていた展示ケースの裏側になっております。バックヤードで繁殖をしているして増やしているネズミたちなんですけども、カエネズミの寿命がだいたい飼育してても3年とかぐらい、成果とかだと1年ぐらいになってしまうので、展示するネズミがいなくなったりしてしまうので、バックヤードでは数を増やしています。今だいたい全部で40匹ぐらいいます。カエネズミは何を食べているんでしょうか。カエネズミの餌は草の種とか木の実とか昆虫とかも食べるんですけども、飼育下ではペット用の小鳥の餌です。あとちょっと水分補給にさつまいもをあげていて、あとミルワームっていう幼虫なんですけど、それを月2回ぐらい今あげてます。小さくて可愛いカエネズミ、お家で飼うことはできるんでしょうか。皆さん可愛いので飼いたいなっていう質問も多いんですが、日本の野生動物をですね、勝手にこう捕まえたりして飼育したらダメですよっていう法律があります。皆さんがもし野生でカエネズミを見ても、決して捕まえて飼ったりはしないようにご注意ください。カエネズミをすぐに見たいという方は、ぜひ琵琶湖にお越しください。琵琶湖の中の人、次回をお楽しみに。